成田国際空港に到着したエアポートライナーノット、S エアポートライナーノット、S エアポートライナーノット S は、成田国際空港と筑波センター、土浦駅の間を結ぶ空港連絡バスである。成田空港行きは予約が必要で、成田空港発は予約不要である。愛称は成田空港の名、筑波の T、土浦の T と各頭文字を組み合わせたものである。 1994年7月1日、成田空港を直通列車がない茨城県土浦市、つくば市を結ぶバスとして運行を開始した。当初は1日6往復であったが、2001年12月16日に旧往復に増便された。2004年12月20日には途中停車地に龍ヶ崎ニュータウン、牛久が追加された。2015年11月16日、 これまでの一般道経由から、首都圏中央連絡自動車道、東関東自動車道経由に変更。これにより、新都根、龍ヶ崎ニュータウン、牛久手留所廃止。また、運行本数を12往復に増便し、2016年3月31日まで、大人2000円、子供1000円となる、キャンペーン運賃を実施。キャンペーン終了後に運賃を2200円に統一。 鉄道と比べて乗り換えの必要がなく着席が保証される一方で運行本数が少なく運賃は土浦駅基準で鉄道の約2倍である。2020年12月現在、成田空港のターミナルは3-2-1の順に停車する。土浦駅、東口駅の行き先表示はつくば、土浦である。ありがとうございます。